4月の22日ですね。今11時です。潮がだいぶ満ちていますね。この葉山デニーズの真下の砂浜もまあほとんど姿としてるので、ね、そしてこちらに行きますと、森戸神社ですね。これは、森戸神社の境内になってますね。森戸神社の境内の場所になりますね。そしてここに、森戸神社の海の神様だから名島がここにありますね。岩礁地帯があります。これは岩礁地帯ですね。そしてここに森戸神社の鳥居がありますね。そしてこの左側に見えるのが石原裕次郎灯台です。ここに森戸神社の海岸側に石原裕次郎の記念碑がありますね。彼がこの辺りで、世界に多くの人が踏んでいたということですね。そして注目されるのはここですね。この森戸海岸のこの木に4つ癒しの美形が入ってますね、はい、これが釣りファンには絶好のこの佐島港のカツオ船のための琵琶湖がこの琵琶湖の生けすがあります。ここに 1,2,3,4 個4つ入ってますね。この下にたくさんのヒラメがいるということで、どうしても何年か前にここでヒラメを狙ってやって釣ったことがありますね。これですね。よし、じゃあ午後になってまた釣りに行ってやろう。葉山の森戸のデニーズ、葉山のデニーズ森戸店ですね。これのテラスから映ってます。これが最高だな。この海岸を見るだけでこう思いますよ。素敵なんですね。あるんだな。